Rodriguez on the plate first back in the fifth inning. Here's the pitch. Swung on and missed, one strike to count. People's ready. Here's the 0-1. Swung on and missed. Off-speed pitch. はい、どうも、ガンちゃんです。DeNA の新外国人投手なんですけれども、アメリカと中継がつながってますんで、リポーター呼んでみたいと思います。ニューヨークのオリバー・カーンさん。ハロー。てか、今ニューヨークですか？そうよ、今夜1時ね。ミッドナイト。I'm sleepy. 眠たいねん。夜遅くにすんません。オリバーさん、大阪弁やけど。実家岸和田やねん。関空近いねん。そうなんや。DeNA がですね、マイケル・ピープルズという投手取ったんですけれども、ピープルズは人々ね。ちゃうちゃう、ピッチャーのピープルズ。ああ、オッケーオッケー、ピープルズね、はいはい。このピッチャーは196センチ、86キロ、右投げ、右打ち、28歳ね。結構若いねんな。2012年、ドラフト14巡目で、インディアンスに入団。メジャー昇格はなく、マイナーでプレーしてます。メジャー経験ないんですね。 Yes、 7年近くメジャー昇格もなければ、トレードにも出されるわけでもなく、ずっとインディアンスでプレーしたという異色の経歴の持ち主です。ストレートは最速153キロ、平均値は145キロ前後。長身で角度のあるストレート投げますから、バッターは打ちにくいと思います。変化球とかはどうなんですか？スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム、どちらかというと変化球タイプの投手ね。ピープルズの特徴は？ピープルズの特徴としてはコントロールいいね。144イニングでフォアボール29個、フォアボール率 1.80 と安定してるね。そうなんや。しかし裏を返せば、荒れ球タイプの投手ではなく、球が揃いがちなので内ごろの球が来る確率が高いね。糸井さんホームランね。この投手弱点ありますか？弱点はクイックとフィールディングね。クイックはそんなに速くないね。ほんなら盗塁いける？むしろモーション大きいくらいなので遅いね。ほんなら足を絡めて盗塁を仕掛けるにはもってこいのピッチャーですから、一塁に俊足のランナーが出たらですね、キャッチャーから牽制のサインがおそらく出るでしょう。せやね、そうなるとバッテリーはどうしてもストレート系中心の配球になるね。ベイスターズサイドとしてはピープルズをリードするキャッチャーには工夫必要かなと思います。阪神打線打てそうかな？情報によると縦に割れるようなブレーキングボール、カーブがあるみたいね。あー、それ阪神打線が苦手とする球種やな。縦割れカーブでカウントを取られるようなことであれば、少し攻略が難しくなるかもしれないですね。マイナーでは先発で165イニング投げたこともあるみたいですので、当然ベイスターズでは右の先発投手を任されることだと思います。阪神としては早めに打ち崩しておきたい投手ですね。オリバーさん、夜遅くまでありがとう。いえいえ、ノープロブレム。今度大阪帰ってきたらカムクラのラーメン行きましょう。はい、楽しみにしてます。よっしゃ、おごってもらおう。はい、ピープルズ投手ですね、こうポイントをまとめますと、右の先発要因であるということと、コントロールは良さげだということですね。でモーションは大きめ、こう必ずローテーションで当たるピッチャーですから、仕掛けるならば早めの攻略をしたい投手ですね。まあ、阪神としてはですね、こう苦手な投手っていうのをこう絶対にシーズン中は作りたくないですので、まずは初戦必ず打ち込んでほしいと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。